おはようございます、ジョンクロードのヤトとデキダウン山本です。なんか1100人もまたありがとうございます。これはこれもそうなんですけども、ちょっとねトークしたい、それに関して関してトークをいつものようにしたいんだけども、普通にしててももうつまんないから変えよ、個性を3人入れ替えよう。例えばゼッキーが俺とか、うん、俺がヨータとか、うん、ヨータがゼッキーとか、うん、になりきってその人だったらどう言うかっていうのを想定して、うん、喧嘩になろうっていう。じゃあそんな感じでやっていきましょう。じゃあ誰が誰をやるか決めたい。はい、どうしましょう。ヤマモが俺、うん、俺がヨータ、うん、ヨータがヤマモ、うん、挨拶から挨拶マイドージョンクロスのユーツ。これはもう乱闘だよ。これはね、この後乱闘はしない。その人をバカにしてるか思えない。あれ最初でやろう。マイドージョンクロスのユーツ。もう始まってるから。はいはい、マイドージョンクロスのユーツ。ぜひ行くよ。山もかも。それでは今日はですね、トークをしていこうじゃないかと。うん、1100人いきましたね。すごいね、いったね、俺が抜いたおかげで。いったね、俺が抜いたおかげで。いったね、うるさい、始まってる。俺出てないけどね。俺出てないからね。どうですか最近。最近ね、うん、うん、ねえ、ああ、はい、長いの次いきます。どうヨータ、最近仕事がね、しょうがないんで出れないから、全然やる気出ない。ヤマモはどうなの？あれ？ポケモン楽しいよね。最近ね。そんなことある？ 1100 人いったけど、何がやっぱり原因かな？原因っていう理由。いや、どうしたヤマモ今日？なんかおかしいよ。今日二日目。ついんだね。ゼッキーはどう？あー、小田原がいいよね。小田原っていいよね。小田原すげえんだぜ。小田原城あるし、かまぼこあるし、すげえんだぜ、あそこ。お滑りに、お滑りに、お滑り様ですね。言うなって。だから言うなって。まあ今日も話題がない3人ですけれども。いつもだ、タイムショー、一回タイムショー。まあ今日はこんな感じでね、もうワンパターン、もうワンパターンやります。スライドします。マジか。マイドンマイ。ジャンクルーズのヤタタ。ゼキトウ。ヤマモでーす。そんなやる。今はさ、あれじゃん。あの第一回の挨拶忘れた。イナゴね。イナゴよ。イナゴの時の挨拶。今回のテーマ。1100人登録者来ましたよ。行ったね。いや早かったね。それ言おうとだから。いや、俺が言おうとしてたから。いやいや、ゼッキー、最近ゼッキーもやっぱね、曲が分かってきたのかな。よく入ってくるんだね、うまくね。これも成長。いや、そんなことない、全然伸びないから。ヨータすごい言いたいことありそうだ。ヨータどうした？いや、なんかさ、うん、俺だけ干されてるっぽいじゃん。だってしょうがないじゃん、仕事なんだ。いや、そうだけどさ、うん、動画出たいの？そんなこと言ってない。俺すごいやべやつ。うん、いや、出たいっていうかさ。なんかすごい、どうした、久しぶりだからなよなよしてるよね、ヨウト。どうしたの？眠いんだよ。いや、いや、そうだね、そうだね。いや、なんか、いつもとか、ヨータ調子がおかしいからさ、ゼッキーちょっと気合い入れて。どうしたの？絶対しないよな。どうしたのよ、ヨータ。ゼッキー出せって。絶対。ちょっと普通に戻ってちょっと待ってんじゃない。はい、どうも、ジョンクロードのヤトと、テキダウン山本です。さあ、1100人来ましたけども、いかがですか。
だね。すげえ疲れてる。苦労していった感じでたね。人のをコピーして自分にしない。そういうのはやめよう。あ、そうか。その人はお前だと思ってやってるけど、それをまたその人の風に言わない。あ、パクリをパクったことになってる。パクっちゃダメ。うん。あ、うん。ねえ、ゼッキー。何何じゃないということでね、やっぱりそれぞれね、個性っていうのがあるんで、その人にはなりきるのは大変だね。難しいね。難しいよね。意外と分かんない。特徴がない。変に気になるところだけ強調してしまう。そこが後で揉める原因になってくるんだけど。悪いとこしか真似しないからね。悪いとこしか人って覚えてないじゃん。やっぱ目につくところはね。まあそんな感じでこれからもね、もうだってあと少しで来月で1年。そうだね。動画もだから1年だから365本とかということで、これからもぜひどうぞよろしくお願いします。こんな感じでやっていきますんで、チャンネル登録またお願いします。お願いします。